草野ひとしは、日本のニュースキャスター、司会者、元 NHK アナウンサー。身長170センチメートル、脅威116センチメートル。1944年、満州国新教に生まれる。父は、数学者で、長崎大学名誉教授の草野万三郎。母は、音楽教師。2歳の時に引き上げ、長崎県島原市で育つ。 島原市立島原第一中学校を卒業後、長崎県立島原高等学校に進学。その後、長崎県立長崎西高等学校への転校を経て、東京大学文学部社会学科を主席で卒業。卒業論文のテーマは、戦後沖縄における対米間の推移。1967年 NHK 入局。報道記者死亡だったにもかかわらず。 アナウンサーで採用された。鹿児島、福岡、大阪、東京アナウンス室などでの勤務経歴がある。また、鹿児島局から福岡局へ転勤した頃に自律神経失調症を患い、当時を振り返って病は気からだったと実感している。1985年に NHK を退職。この頃、アナウンス室は、 報道局の指示にすべて従うと通達が発せられ、報道局の言いなりとなることを危惧したからだったと、口述している。並びに TBS と一時専属契約し、同年4月から、同局の朝のホットラインの司会を担当。以後、主に主婦向けのテレビ番組で人気を博しており、フリーとなってからは、各地で講演もしている。フリー転身後はほぼ総合司会。 キャスターの仕事に専念していたが、テレビ朝日、草のキットなどのバラエティ番組に出演して、これまで見せてこなかった肉体派、ボケキャラの一面を披露して視聴者を驚かせたり、コミカルな CM に出演するなど連歴を超えてからも、様々なことに積極的に挑戦している。歌唱力も優れており、CD デビューの経験があるほか、フジテレビ、 お笑い芸人家がうまい大座決定戦スペシャルの常連出演者であり優勝経験がある。かつての草野はスポーツアナウンサーとして知られ、1976年のモントリオールオリンピック実況中継担当、1984年のロサンゼルスオリンピック中継ニュースセンター9時のスポーツコーナーキャスター、テレビスポーツ教室の司会などを歴任した。モントリオールオリンピックでは、 競泳男子100メートル自由形決勝で、ジム・モンゴメリーが50秒の壁を破る49秒99の世界新記録を出して優勝したレースでの実況などを担当した。1980年のレイクプラシッド冬季五輪では、男子スピードスケートで、エリック・ハイデンが500メートル、1000メートル、1500メートル、5000メートル、1万メートルと、 全ての距離のレースを制覇し史上初のご可能に輝いた全てのレースの実況を担当したのも草野である。2008年の北京オリンピックではテレビ東京のオリンピック放送メインキャスターを務めた。草野にとっては NHK 時代の1984年のロサンゼルスオリンピックそして1992年のバルセロナオリンピック以来のオリンピック中継担当であった。 草野が一口橋として出資したブエナビスタイの HK 入局当時からの競馬ファンでもあった草野は競馬中継も担当しておりグリーングラスがテンポイント東証ボーイを下して勝った1976年の菊花賞やシンボリルドルフが3冠達成した1984年の菊花賞などの実況も担当していた日本ダービーも1982年に実況した フリーになってから、バシ登録を行い、2001年のキッカーショ賞に、出走した、メイクマイデーを所有している。また、一口バシとして、カッティングエッジをはじめダンスインザダーク、ダンスインザムード、ブエナビスタという GI レース優勝馬に出資しており、2017年の東京優秀に優勝馬レーデオロにも出資していることを、明かしている。岡部幸をはじめとして、競馬関係者との交友もあり、 自ら執筆した競馬に関するエッセイも書籍化されている。草野の実況は杉本清を手本とした部分もあったと、優春2010年5月号での杉本の対談でも語っていた。テレビ NHK の曲穴時代、編集テレビ NHK 退職後、編集。ありがとうございます。